それでは、細井さん、今週もよろしくお願いします。お願いします。さて、まずは先週ね、京都開幕戦だったマイラーズカップですが、やっぱり、細井さんもね、激推ししたシュネルマイスター、強かったですね。よかった、1着固定で2着、3着ボックスで よかった、強かったですね。私、開幕週でもうち先行ね、有利な中、なんか前半は本当にこうシュネルマイスターのリズムを大事にして、ポジショニングにこだわらなくて、しかも直線出すまでもギリギリね。はい、この新取りを見ると、本当にルメールジョッキーってうまいなって思いましたね。すごいですよね、本当にね、もうこれで復活っていうね、ちょっと歯車噛み合ってませんでしたけど、いい形で G1 に向かえそうですよね。本当にそうだと思いますね。やっぱりこの馬の力信じてたのと、まあ、力はあるっていうところを、ね、感じながらの騎乗で、着差以上の強さだったと思いますし、本当にこれで完全復活っていうのと、陣営もその馬体をしっかりと絞って、しかもその栗東に入厩をさせて、輸送対応したっていうところの中で、結果が出たわけですから、すごくなんかこう、馬にとっても陣営にとってもね、大きな勝利になったんじゃないかなという感じがしますよね。はい。そして2着には、細井さん、初マイルのガイアフォースがね、まあ、差しで伸びてきましたね。しかも道中、ポジショニングで競馬ができたにも驚いて、わ、なんかいろんな意味で驚きましたし、まあ、戦六に限らなくても、戦六、戦八、二戦ぐらいまでなのかなっていう、まあ、もともと体型もちょっとね、こう、胴の詰まったタイプでもありますけど、まあ、そのあたりで適性的に、まあ、でも、実際やれないことはない感じもね、マイルで見せましたし、びっくりしましたね。そうですね。力強く伸びてきてね。だし、やっぱ前半にびっくりしましたね、特に。位置がね、確かにちょっとね、あ、ここからなのかって感じでしたもんね、ガイアフォースもね。だけこう、なんていうんだろう、もう操縦性というか、スピード力も、まあ、前半もちゃんとこう、今までね、中長距離使われてきた中で対応ができてっていうところも感じさせましたし、まあ本当に、これでどうするのかなっていうことですよね、選択肢としてね。安田に行くのか、宝塚に行くのかっていうね、ところにもなってくると思いますが。まあ、そして3着がね、実績馬のソウルラッシュで、まあね、馬券的には順当な感じではありますもんね。そうですね、順当でもまあ7000円つきましたからね。そうですね。ジャスティンがね、ちょっとね、位置取り後ろになっちゃってね。そうですね、良さがちょっとね、出にくい競馬になっちゃったかなっていうところありますけど、ソウルはやっぱり松山ジョッキーが3戦目ですごくこの枠の中からいい競馬をね、レースは運んだんで、これはもうなんかお見事でしたよね。本当お見事でしたね、ソウルラッシュ。というね、春のマイル戦線の一戦ではありましたが、今週は細井さん、京都早くも G1、ね、京都初 G1 天皇賞春、すでに枠順も出ておりますが、ね、有力馬細井さん、これもう全馬いいとこ入ったんじゃないですか、3頭と言いますか。いいと思いますね。まあ、天気が週末雨って言ったけど、またちょっと大丈夫そうっていう話もね。そうですね。夜降って朝にはね、止んでっていう、なんかそんなようなお話もね、聞いたりはしますけど。まあ、ジャスティン・パレスに関しては、この1枠1番で良かったんじゃないかなって、すごくね、いい枠引けたんじゃないかなっていう感じがしますし、まあ、このタイトルホルダーとやっぱりアフリカンゴールドが多分先行馬っていう見方でいいと思うけど、まあ、これだけ離れてくれたのも逆にやりやすいですよね。やりやすいと思うし、まあ多分スピード的にはね、タイトルの方がってなるのかなとも思うんですけれども、でもアフリカもまあ、何、結構行ってほしいみたいに言ってましたよね。花、結そう構。そう、西園調教師がもう、何でも花にみたいなね、コメント出されてますけれども、その形が多分その近くよりもある程度離れてるんで、多分カズオジョッキーもこれまでのレースぶり見ると出していって、まあ、行くならどうぞ行ってください、行かないなら行きますっていう格好を取ると思うんで、近いよりも、まあ、その内外離れた中の方が、まあ、お互いにこう、なんていうんだろう、そのリズムだとか呼吸だとかは取りやすいような気もするので、なんか、この枠の並びは、まあ、タイトルホルダーにとっても悪くなかったんじゃないかなっていう感じはしますよね。そうですね。タイトルホルダー2枠3番でね。まあ、タイトルホルダーにとってはね、初の京都っていうこともね、なんかもう本当、杞憂なような感じもしますけど、言われてますけど、そのあたりって、細井さん、いかがですか？や、何よりもやっぱりこう、天中姉妹よしのタイプで、で、その京都ももちろん時計もいいけれども、でもクッション性も効いてるわけじゃないですか。
で、自分の競馬に徹する形を多分もう、一騎手はもう持っていってると思うので、なんかその、京都っていうのは、決して、まあ、どっち見てます？プラスだと思います？マイナスだと思います？いや、タイトルホルダーくらいのレベルだったらもうなんかあんまり関係ないんかなっていうふうに思います思ね。う。私もね、それは思いますし、まあ、あれだけの、59キロ、それよりも59キロ背負って、まあ、馬場もある程度悪い中で、だからその反動の方が怖いみたいなね、そっちを失敗した方がいいような気もするんですけど、ただ追い切りの動き見ても、すごくこう肩周りがしっかりと動いてて、有馬記念の時にはカクカクしてて、タイトルホルダーの動きじゃないなって思ってたんですよね。で、実際、蓋開けてみても有馬記念でも、そのなんていうんだろう。進んでいかない感じがあったじゃないですか。いやしね、スタートから鈍いってね、GM 言ってましたもんね。だから、あれが結局、そのなんて言うんだろう、やっぱり状態があんまり良くないんだろうな、やっぱ海外帰り初戦で整ってなかったんだろうなっていうところがあったんで、日経賞の時に、その前半、まあ、スタートしてからのその気持ちっていうか、息っぷりがどう出るかなっていうところがすごく注目だったと思うんですけども、もう有馬よりももちろんね、いい形でいけてたんで、で、まあ、59キロ背負ったあの強さ、ただ反動はなさそうな追い切りの動きも見せてるんで、ここはやっぱりタイトルホルダーはやっぱり、やっぱり一騎手も自信を持って自分の競馬に徹するんじゃないかなっていう感じはしますよね。ただ、みんなももう楽に貸したらね、強い競馬になっちゃうっていうのは、まあ多分分かってるんで、全員分かってそうますもそう、んね。ね、簡単にそうさせるかなっていうところもね、これ、それこそでも、たけしジョッキーとか、アスク乗って、まあ、タイトルの強さも知っててみたいな、結構、アスクも前行くじゃないですか。そうですね、やっぱり前走、まあ、スタートがちょっとやっぱりね、良くなくて、ああいう形になっちゃったけれども、スタートが悪くなければ、もうやっぱ好意で、まあ、鈴をつけに行くってわけじゃないですけど、トライに行くっていうのは、やっぱりそのアスクになる可能性も高いですもんね。そうですよね。アスクの状態は、細井さんどうですか？前走はね、ちょっと負けこれをてますどうね。見るかで、あ、そどうの見るか。なんかこう、やっぱり日経賞って今までの中でも一番パドックちょっとやっぱりテンション高かったように感じたんですね。それもあって、そのやっぱり4子が揃わなくてスタート遅れてしまったのかなっていうところがあるんで、まあ、休みであの一戦でガス抜きができて、当日パドック返し馬ゲート内っていうので落ち着いていればいいと思うんですけど、そこがどう出るのかなっていうのは、なんか当日になってみないとわからないんじゃないかなと思ってます。ちょっとテンションのその上がり具合が気になるところっていうか。そうですね、やっぱりテンションが上がってるってことは、結局はそのやっぱゲート内でもガタガタしてしまう可能性があって、ガタガタ結局はスタート遅れてしまうので、だから中立ができない状態になると、やっぱりスタート遅れやすくなるんで。だからその前走のやっぱりスタートの遅れも、ちょっとそれもあったんじゃないかなと思うんで、やっぱりその少しぐらいならいいと思うんですけど、やっぱり前走結構テンション高いなと思ったんで、そこじゃないかなっていう感じもしますね。動き自体はどうですか？アスクは。いや、やっぱりディープらしい、こう手先の軽い、回転の速い追い切りをしてたので、決して悪いってしないんですよね。だから逆に難しいんですよね。かといって前哨戦いい競馬ができたかっていうと、そうではなかったわけじゃないですか。まあ馬場もあったし、それはしょうがないと思うんですよ。得意とする馬場ではなかったと思うんで。だけどそのいかんせん、そのテンションっていうのは当日になってみないとわからないところはあるのかなって思いますよね。ありがとうございます。じゃあ、アスクのね、当日のテンション、パドックから要注目ですね。じゃあ、そのあたりは。思いますね。そして、細井さん、もう一頭ね、ジャスティン・パレスがやっぱりね、素晴らしい枠、一枠引きまして、ね、前走も強い競馬でしたし。だからジャスティン・パレスは、やっぱり有馬記念の時には輸送もあって、ちょっとやっぱり馬体が寂しく映って、で、しっかり混ぜての阪神大賞典で馬体重も増やしてきて、で、まあ、そのルメールの折り合い、ドル買いですもんね。そうですね。だからちゃんとこう、しまいもこう、
お釣りがあるというか、切れる足が使えるように、その距離が伸びてもしっかり持ってこれてるっていう部分がやっぱりすごいなと思いましたし、で体もさらにまた、まあ、4歳で成長過程でもあるので、また体もさらにこうボリューム感増して迫力も出てきていて、いやこれやっぱりプラス材料が多いんじゃないかな。ただ一点やっぱりそのタイトルホルダーがいるってことは、結局より持久力が問われるレース展開になるんで、瞬発力を武器とする馬よりも、あの持久力を武器とする馬の方が部があるような気もするんですけど、はい、ただ京都の開幕2週目でこの枠で、でルメールでって考えた時に、やっぱり私はタイトルを捉えることができるのはジャスティン・パレスな気もするし、ただ持久力勝負になった時にはあれやっぱ部が悪いのかなってちょっと考えてしまうところもあるんですけど、はい、でも絶対この枠でもじっとしてじっとして運べるわけじゃないですか、はい、で考えると、でしかも前走しっかりやっぱり有馬よりも体よく見せて、でまた輸送もない現地競馬なわけですし、はい、って考えるとやっぱりジャスティンも魅了されますよね。本当にね、かつて京都のね、天皇賞といえばもう内枠、そしてディープインパクト3区っていうのがね、もう本当に合言葉のようにも来てるようなイメージありましたもんね。そうで、このジャスティンってディープだけれども、なんていうんだろう、こうあのもちろん切れ味もすごいあるんだけど、体つきから見るとこうパワーもあるような気がしてて、そうですね、はい、うん、だからそんなに例えば少し雨降ったとかっていうことでも気にしていいのかなと思うし、うん、やっぱり何よりもこのやっぱり鞍上側のはみあたりがこうはみの具合がやっぱりこうやっぱりいいですもんね。そうなんですね、うん、いやだからやっぱりこうタイトルが本当に天中姉妹吉の競馬で行くのか、いややっぱりそれをちゃんとこうなんていうんだろう、ジャス、まあ、タイトルは前走ああいう馬場の中であの時計で59で勝ってるわけだから、ひょっとしたら危ない感じもな、でもやっぱそれはないか、それはないか。いやいやいや、競馬ですからね。ジャスティンもやっぱ動きは細井さん抜群って感じですか、ここに向けて。強くても体幹がよりこう3歳の頃よりもしっかりとしてきたなっていう、こう動きをしてるんで、やっぱりこう、好きですね、ジャスティン。だから、やっぱり、どれ本命ですか？いや、もう、私事ですけども、やっぱもう、タイトル、ジャスティン、もう二等軸ぐらいの勢いでなんか思ってますけど、本当。いや、一緒です。だから、私も一緒です。一緒です。一緒ですよね。そうですね。そうなんですよ。だから、やっぱり、あの、頭になるのはもうタイトルかジャスティンなのかなっていうイメージで、うん、で、そこに何かこう、やっぱりそのもちろんボルトグフーシュもやっぱり前走改めてこの馬叩き両肩型だから、はい、やっぱり緩かったんですよね。で菊花賞から有馬のこの伸びしろっていうのがすごくて、そこにびっくりしたってことは、逆を言えばあのジャスティンとは真逆だったんで、逆を言えばボルトっていうのはもう叩いて良くなるタイプなんだなっていうのも感じて、で追い切りも今回とやっぱり前回の追い切りじゃ全く迫力とそのスピード感っていうのが違うので、やっぱりボルトグフーシュは一回されて良くなってるっていうところは感じます。で持久力になればやっぱりボルトってなるんで、やっぱりそのタイトルの形の中でっていうところもあるんだけども、でもやっぱりジャスティンも強いし、うちで GT といえばそこまでそうどうなのかなと思っちゃって、でもやっぱりその3番手評価に持って、その次にその2頭の次に持ってこれそうなものはボルトグフーシュ、そしてあとやっぱりブレイクアップも、ブレイクアップですか、はい、前走の阪神大賞典最後止まってないんですよね、はい、でなおかつあの前走が天球初戦だったわけじゃないですか、はい、天球初戦でやっぱりあの陣営も手探り、馬も馬房も変わる、担当者も変わる、環境下も変わるで、やっぱり馬も人間もやっぱり手探りの状態の中で馬を出したと思うんですけど、で今回の方がそういった意味では人馬ともにあの上積みがこう見込めそうな状況の中でレースを持ってこれる気がするし、はい、追い切りも販路でもうまっすぐ力強く駆け上がってて、やっぱり明らかに前走より
馬の状態っていうのはいいんじゃないかなっていうところもあるので、やっぱりブレークアップも抑えておきたいなっていうのはありますね。そうですか。これはね、結構前走3着でね、結果残してますけど、このメンバーに入るとね、ちょっと不平な感じもしますからね、ブレークアップ。そうですね。有馬記念もまあ16着、まあちょっと攻めに行ったね、競馬ではあったっていう部分もあるんですけど、ブレークアップの前走はその何、次につながるような競馬をしてるんじゃないかなっていうことに加えて、その厩舎の天球2戦目っていう部分、そこで、あと、追い切りの動きっていうところも入れると、やっぱりその、実は難しいと思うんですけど、やっぱ馬券の相手っていう意味では、やっぱり入れときたい一頭なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。そして、おそうさん、ちょっと外に入っちゃいましたけどね、やっぱ注目はシルバーソニックもね、ここへ来てまた7歳、ちょっと本格化したような感じもしますけど。ね、昨年がちょっと本当かわいそうでしたもんね。落馬でね。しましたけど。はい。で、ここ、ちょっと ね、もう、だっこで、まあでもそれで間隔空けて、ステアーズステークスでレーンジョッキー乗って、でもあれも、いつの間にかインコースでじっとしてるレーンって何もある。そうですね。で、もう出てくるときもシュパッと切れてね、もう。いや、どちらかというと、この馬もう、切れ味よりもやっぱり持久力タイプだと思うので、当日、雨が降った方がいいような気がしてます。で、もちろん、レーンっていうところと、その折り合い面に多分、全然気を配らなくていいっていうか、すごい自在が自分の思い通りに動かせるっていうのも長距離戦で武器になると思うし、レーンっていうところも武器になると思うし、なんかこう、魅了されるし、追い切りでも、やっぱり弾んでて元気いっぱいで、やっぱり7歳なんだけど、すごい今調子いいんだろうなって感じるんで、なんかこう、で、そつのない競馬もこの枠だけど、やっぱりステアーズステークスの時の運びとか見ちゃうと、もうレーンが、ふってどこかに、まあちょっとね、先週はまあちょっとまだ本調子じゃないのかな、レーンちゃんって思う競馬が多かったけど、はい、まあまあ、この馬のステアーズステークスの内容は本当見事でしたもんね。うん、いや、本当そうですね。うん。まあ、レーンジョッキーというとね、外枠からでもこう、それこそね、リスグラッシュをものの見事に勝たせたようにみたいなね。うまいことね、外で不利とは言われますけど、なんかちょっとね、うまいところに入ってみたいなイメージもね、湧きますもんね、レーンジョッキーやったら。潜り込みそうなね。うん。潜り込みそうな感じですけど、まあでも、切れるっていうよりは多分、持久力って感じもするんで、多分当日、ババは、なんかこう、なんていうの、ちょっとこう、雨が降った方が、この馬には分が良くなるのかなっていうのはありますよね。うん、そうですね、確かに、うん。うん。というようにお話聞いてきましたが、でもね、まあ、あとはね、どうですかね、ディープボンドあたりもね、2年連続2着でっていうところはあるんですけど、やっぱり持久力っていうタイプですもんね、ディープボンドも。感じがしますね。うん、なんかこれをどう見るかですけど、やっぱりなんかこういい頃のディープボンドを知ってると、こうフォトパドック見た時にやっぱりちょっとこう重心が前に落ちてるのかなというイメージもあったんですけど、まあでも今週なんか記者さんがツイッターでトレセンの運動場歩いてるディープボンドを映した時にすごい毛艶もピカピカで、あれ全然写真違うなと思って、まあ、ちょっとこれも当日になってみないとわからない部分あるけど、ただいかんせんそのなんていうんだろう、コースでの追い切りを見てもちょっとこう首がこうなんていうんだろう、沈まないのかなっていう感じもするんですよね。うんうん、なんか首の位置が一緒な感じがして、はい、いい頃もうちょっとこう動いてたような気もするんで、うん、ちょっとどう、これは私は、まあちょっと今回は遠慮しようかなとは思ってますね。うん、そうですね。今回だったら、はい。はい。いや、だけど、これもちょっと雨降った方がいいとは思うんですけど、何でしょうか。すっごいここに来て馬が、全然今まで見てきた馬と、うん。あ、違うなって思うのが一頭いて、はい、どの馬ですか？だけど、うん、力的にはちょっとこうわかん、ちょっとこう、うんうん、おまあ下がるというかだし、そのまあ今回初コンビで折り合い面がどう出るのかなっていうのもあるので、うんうん、はい、何とも言えないけど、ただ馬が私も
これずっとまあいろいろ見てきた中で、この馬こんな馬だったって思ってびっくりしたのが、ヒュミドールですね。ヒュミドール、前走もね、ダイヤモンドステークス、ね、2着、13番人気で入りましたからね。いや、なんかこう、ヒュミドールってなんかすごい腹がボテッとして、で、ちょっとかかるから、2戦でもかかるから、位置取りが後ろになってしまって、で、まあ、追い込んでくるけど、まあ、ちょっと届かないっていう競馬だとか、あと、だからこそ、あと、まあ、下が緩くなった時に狙いたい馬っていうイメージがあって、で、前走あの長距離戦使ってきた時に、もうポジションが後ろになるんじゃないかなと思ったら、もうある程度の位置でじっとこう、うまく運べて、で、インから抜け出してきて2着っていう競馬で、あ、いろいろな面で変わってきてるのかなと思ったんですよね。で、フォトパドックの写真見たら、もう、お腹周りはすっきり見せてるし、毛艶はピカピカだし、あれ？と思って、あれ？これヒミドール？と思うぐらい変わってたんで、なんかそこになんかちょっと心揺れました。ええー、いや、でもここへ来て本当にね、お瀬さんおっしゃる通り、初コンビですが、春の天皇賞発祥の武豊ジョッキーですからね。そうなんですよね。なので、もう本当に、やっぱり長距離戦は騎手っていうね、やっぱ言葉があるように、やっぱりそこでコンビってなるのも魅力の一つですけど、本当になんかね、馬が変わってきてるんじゃないかなと思うんですよね。なるほどね。シルバーソニックもオルフェーブル3区でね、7歳になってまた一歩ね、階段上がった感じしますけど、ヒュミドールも7歳でオルフェーブル3区でね、ちょっと、ここですかね。なんか、なんだろうな。ただ、やっぱりちょっと、振った方が、分は良くなるんじゃないかな、という感じはするんですけど、そうなんですね。本当、豊さん、長距離でってなると、ね、何の時だったかな。ああ、当選ラーとかもそうだったもんね。結局なんか、そうなんですよね。いや、ヒュミドールはなんかすごい、でも、ちょっと足りないかな。でもね、なんか本当前走の競馬っぷり見てると、ちょっとね、入れたくなりますよね、本当にヒュミドール。